はい。皆さん、こんにちは。防災推奨の松江です、えー。今回はですね、えー、心拍の、えー、これって何っていうシリーズですね。えー、まあ、皆さんから、えー、いろいろ、えー、視聴者さんからね、あのー、まあ、先輩とかに、これは痛みきでというふうな感じの言葉をいただくんですけど、痛みきっていうのは何ですかというふうな感じのね、ご意見がありましたので、今回は、えー、そういうふうなご意見に答えていきたいと思います。 まず、その、痛みと言われるものっていうのは、まあ読んで字のことし、板のような幹ですね。で、その、板のような幹っていうと、一体どんなものか。まあ普通、木って言ったら丸いじゃないかと思うんですけども、こういうふうにあの、心拍のね、まあこういうふうに枯れたものの、こういうふうなシャリの部分のところが、まるで、こう、板のような感じにね、なっている状態。こういうふうなものを、痛みというふうな感じで言います。まあこれっていうのは、本当に、 あの昔は、まあ、この心拍なんかでも丸い幹でね丸幹って言ってこう本当のあのもう杉とかねヒノキとか空いたものなんかでも丸いでしょう最初はでもそれがやはり200年300年400年という風うな感じの年月が経ってくると本当にこうずーっと座ってたところのね先端のこの成長点自体がなんかやっぱりその風とかまたは土砂崩れですとかそれから落雷とかねそういったものでやはり何らかの状況で枯れてしまうわけですね その枯れてしまったところの道中に続いてたこの水水っていわゆるこの幹の部分、生きてたところの部分が枯れてしまう。で、この枯れてしまうんですけれども、やはりすごい自然が厳しいですからね、自然界が。厳しいですから、幹がこういう,ふうにギューッとこうねじれたりもしてるわけですよ。で、その部分のところでも、木質でも非常に硬いところの部分と柔らかいところの部分があるわけですけれども、その柔らかいところの部分が200年とか300年とかいうふうなその風雨のね、 非常に厳しい自然環境によってその抜けてしまったと。その抜けてしまったところの部分が結局朽ちてなくなってしまって側の硬いところの部分が残ったというふうな感じになると幹自体が非常にこう薄くなるわけですで。薄くなった状態でこういうふうにわーっとこう粘点しているようなこういうふうな心拍っていうのは よく大宮の盆栽美術館です。とかね。そういったところなんかで見られる名木なんかにも非常に多いんですけれども、そういう風な感じのえー、心拍なんかに痛み木と言われるような、そういう風な幹を見ることができます。まあ、この木なんかもそうですね。まあ、あのそういう風うな痛み木をこう、えー、畑のね。心拍なんか。でもかなり。それに似せたような感じで、最近はかなり。 えー、上手な方でね、名人のような感じの方もおられますけれども、そういう風な感じで作られたりなさるような、そういう風な表現方法もあります。はい。まあ、あのー、今回はね、心拍の、えー、痛みき、これについてご説明しましたが、まあ、皆さんちょっとね、えー、ご理解いただけましたでしょうか。また、あの、ね、わからないところがありましたら、また、あの、皆さん、えー、リクエストの方もね、どしどし、えー、受け付けておりますので、またおっしゃってください。 今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。